こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドで、和メタルポップを作るというこのプロジェクト、現在間奏に、まあ、いわゆるソロパートを作っております。はい。で、1楽器ずつみたいな感じで音を重ねていっているのですが、今回は、ピアノを入れたいと思います。はい、そうですね、ピアノ。はい、2小節ぐらいこういうキーより入れていきましょうかね。で B いきましょうか。で次は G いきましょうか。で D いきましょうか。はい、これを繰り返しましょうか。が始まるんですよね。で、ここのキーは B になってるはずですよね。B になってますよね。あ、じゃあ木琴と鉄琴のこの E は削らないといけないですね。はい。ぶつかってるんで、はい。削りましょう。はい。で、これで、ドゥン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 。はい。51のここにちょっと飾り音を入れましょう。あれ、ピアノ。はい、ピアノ。51のここに飾り音入れましょう。はい、次。はい、これは今度はこれを1個上げて、はい、こうします。でこれをコピーして、はい、こんな感じで、またこれも、うんうん、そうですね。でこれもコピーして、ここにペーストで、これも
こんな感じですね。はい。はい。で、59から、トゥ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 が始まるんで、この音は、そうですね、ここで切らなきゃいけないですね。はい。はい。はい。あれ？よし。はい。はい。はい。はーい。あれ？はーい。はい。さて、さて、こっからどうするかですね。さてどうするか。まあやるしかないですね。やるしかないですね。ここはルート音気にせずに作っちゃいましょうか。B でしたよね。 B E B B B ディミニッシュ E B マイナーE、B、B ディミニッシュ E、B マイナー E、はい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 、B、D、F、C、B、D、F、C ということはこれが C に下がる、はい、はい、でこれは同じ、同じ。同じ、はい、おっと、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じのことをやるわけですね。はい、でででででで、でででででで、やって次はこれが F シャープになる。F シャープはどこだ？ F シャープがないんだ。じゃあこれ同じでいいんだ。ね、4声だから F シャープがないんだ。よし、これで聞いてみましょう。はい、どれぐらい重くなったか音が。それはサビの寸前からちゃんと聞きましょう。
ですか。いい感じになってるじゃないですか、だいぶ。もう一回聞いてみましょうか。よし。あとちょっとここの音が気になるな。ここの音ベロシティ80、あ、合ってる合ってる合ってる。じゃあいいや、ならいい。ベロシティ80だったらいいや。よし、なんかちょっとデカめに聞こえたんでちょっと見ました。はーい、そうですね、こんな感じで。もう一度ここのデレレレレレを見ましょうかね。はい。じゃあその前から。よし、できました。感想2完成です。次回は、A メロ短いですが、今回短く半分になりますが、 A メロを入れたいと思います。はい、では今回の配信は以上になります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さよなら。